落ちちゃダメだよ、ちゃダメだよ、また。はい、じゃあ台地上がります。はい、まるちゃんの顔。はい、6400ね。はい、こっち向こうか、まるちゃん。はい、こっち。手も食べないで6400ね。はい、6400。はい、身体検査します。さあ、様子は変わりないです。はい、尻尾の上がり方も変わりないですか。変わりないです。やっぱりまだ低いんですね。はい、でも歩き方もまあ悪くはなってないですね。はい、ちゃんと後ろ足ついてきてます。前足に止めます。まあ、食欲は旺盛ですよね。はい、胃腸は強いね。下痢もしたことないでしょ。あります。1回か2回。あります。はい、その時で食欲落ちました。落ちません。そういう子ね。だからこの子が食欲落ちた時は相当悪いと思ってください。はい、全てではないけど、やっぱり普通のワンちゃんに比べると、ミニチュアダックス、ミニチュアダックスとスタンダードとビーグル、めちゃくちゃ食べ物に対して執着して、ね、すごい食べるんですよね。だから、やったらやっただけ食べちゃうからさ、食べ過ぎちゃうから、量のコントロールも開かないとね。大丈夫ですよ。後ろ足の反応 OK。 まあまあ、後ろ足の反応ちょっと見ようか。難しいんだよね、これ見るの。やっぱりあれだよね、前に比べると反射はちょっと過敏ですね、後ろ足はね。はい、じゃあレーザーね、腰と腰3分、口2分、あと胸のしこり6分ですか。あと上げるからね、こうで。こっち向きやろうか。ここにあるからね。で、終わったら保湿して。それで飲み薬はまだステロイドは量は下げてるんですけど出します。あ、はい、だから2日に1回で飲んでてくださいね。はい、今までが2日に1回 0.54mm 飲んでたんですけど、はい、今回からは 0.36mm、はい、とっても少ない。多い時は 6mm ぐらい使ってましたから、注射場で。そんなに使ってたんだね。はい、もうこんな少ない量で2日に1回だったら飲んでても副作用はほとんど出ませんね。で、調子悪い時にまたポンと上げると効きます。あ、はい、でもその下げてってもさ、ある程度下げると調子悪くなっちゃう子はまた上げなきゃいけない。だんだん効きが悪くなってきますけど、ね、はい、まだ下げれますね。もう1回、もう2回ぐらい下げれますね。まだ段階あって、そう、いきなり下げるとちょっと切れやすいんで、本人に分からないようにゆっくり。はい、じゃあそれとまたインターベリーね、お口のやつ。はい、それから2月1日は伸ばしてもらったんですね、あの候補ですよね。はい、はい、じゃあまだそれは今度出せばいいですよね。はい、
少なくとも悩みとか出さないですか？あんまり出ないですね。でもなんかちょっと晴れぼったいからさ、まだ、はい、あの天眼とあの手のひらで温めるやつ、はい、やってくださいよ、はい、食べ物だと思ってるのかな、これ。残念、無理すぎでした。そうね、口じゃなかったら目は嫌がんないですね、私がやっても。そんなにあんまりいろんなこと嫌がらないんですね。ね、私が口やろうとすると、ちょっとそれは嫌がるんだけど。爪切りとかなんかも、最初はちょっとやるけど、あとは切る。そんなのは嫌がらない。ちっちゃいやつ。後で大きいのあげるからね、最後に。目薬はまだあります？はい、あります。あの抗生物質のやつ半分ぐらい、半分、はい、半分ですね。あ、まだ、はい、じゃあ食事ないと。大きいね。あ、長くなっちゃったよ。